ばんは、ワロハッティとも59回目になりました。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、今週も、先週に引き続き、2月21、22と、清水エスパルスドリームプラザにて行われる、はい、日本のいいものなんだっけ、いいものモールに出展される、はい、素晴らしい素晴らしい、素晴らしい、もう緊張してますんで、はい、どこが、いろいろとですね、いろいろと緊張してるので、ね、はい、いろいろ硬くなっております。あ、いろいろ、一箇所じゃなくてよかったかな、はい、はい、いろいろってことになってます。で、現代アートペインターという形でいい、はい、の松野さんに来ていただきました。どうぞ。飲みたいのね。はい、飲んでいいですよ。今日はね、今日はまた女子を連れてきてしまいましたが、緊張しちゃいますね。何を緊張しちゃう？お気に入りの方が隣にいますとガチガチになってしまいます。どこが？はい、いやいや、あのいろいろとですね。いろいろと、はいはい、まだ振るか。現代アート。現代アートアーティストだね。あ、一応そうなってます。そうですよね、はい、で今回はそのドリームプラザではペインターをつけてくれと。そうです ね、 ペイントの方を主に、はい、っていうことですね。はい、そうです ね、 ね、それで出していただくということで、はい、で、野望じゃないけど、はい、なんだっけ、サイド、サイドですね、はい、なんだっけな、左の、が、絵だよね、が、の、絵、衣の、そうですね、奴隷の胴、奴隷の胴です、はい、サイド、サイド、はい、なんで？まあ、非常に感覚的に、まあ、こういう響き、いい胴っていう感覚的がなものが好きっていうのもあるんですけども、うん、のサイドの胴まあ、やっことも呼ぶんですよね。やっこ、うん、やっこなんですね。そうですよね。江戸時代にそのまあ女郎とかいわゆる遊郭で住めるその人たちが、うん、その男と、うん、宿、お宿に泊まるのをごまかすために、男と思われるように、なんか、うん、なそういうふうにやっこって、男の名前をよくつけたらしいんですね。何やっこって言うんですね。やっこですね、うん、はい。でちょっと非常にそれをちょっと引っかかりまして、まあまあ私女じゃないですか、まあいろいろと、まあ、女であることでなんかちょっと社会における、まあ、弊害みたいなものがあったわけですね。弊害というか、まあ、そんな大したこと、まあ、日本国内でそんなに大したことはないんですけども、まあ、自分の中で思うことがありまして、まあそういうジェンダーというものを、まあ、ちょっと曖昧にしたいなという、うん、ちょっと社会に反抗みたいな感じで、ちょっと気に入ってる、うん、そういう字ですね、結構、うん、女の股、はい、はい、そうですね、女の股大事ですから。はい、またお前なんでそういう顔すんだよ、すぐに。もうやめてくれる、緊張してます。松野ファンさん、ファンが怒ってる、緊張してます。変なことすんじゃない、いや、すいません、変なことしたすいません、はい。経歴がね、はい、俺も一応ほら言わなきゃ、経歴、経歴、おー、まあその前にどんな絵を描いているのかっていうのをね、ちょっと見せてもらおうかな。見たいです、見たいです ね、 ね、現代アートっていろいろとあるじゃないですか、はい、いろんな形があるじゃないですか。どれから出そうかな。どれからでもいいですよ。いっぱいあるんですね。なんかまだ梱包したて。お、何それ。梱包。ちょっと普段あんまりしない額装に入ったもの、はい。まずね、青木さんがね、どんな絵を描いてるのかすごい興味津々なんで。もう興味津々ですよ。ちょっと見せてもらおうかな。ちょっと全然用意されてないんですけど。はい。いいですか。あ、どうぞどうぞ。いらっしゃってよろしいですか。はい、すいません、開けさせて。すごいよ、これ。これはちょっと見えますか、見えますか、見えますか。これは小さい方なんですけど、はい、はい、あ、動
手間取っております。すみません、手間取って。これね、はい、生ですんで。これただ書いてあるだけじゃなくて、その前があるんですよ。ドロッピングの説明してあげてください。上ですね。わかりますか、これ。ドロッピング、はい、これもしかして馬？あ、そうです。去年のですね、まあ、去年の話で悪いんですけど、馬年のカレンダー展というのにちょっと出させていただいたんで、馬に馬の字と、あ、本当だ、ね、ちょっと絵に馬の形に見えるように。でこっちはラブだね。ラブです、ラブですね、はい、こちらは去年のこれ夏ぐらいに短冊展っていうものが東京だったんですけど、それに出させていただいて、短冊の形、まあ、はい、に、まあ、規定サイズっていうか、そのギャラリーの規定サイズなんですけども、それをちょっと作っていろいろ表現しました。はい、あれだよね、京都だっけ、タグボートって。タグボートは東京ですね。東京、はい、東京のタグボートっていう、あの、はい、現代アートのあれで、あの、一等賞もらってますので。あ、はい、ありがとうございます。ね、これあのただ絵描いてるだけじゃなくて、これを描く前の作業があるんですよね。そうですね、ドロッピングという、はい、まあ、上から垂らす、はい、ちょっとかっこよく今日ドロッピングと言ってるだけなんですけど、紙の上にあの絵の具を垂らして、その垂らした上にまた描くという、はい、これ絵の具じゃないんですけど、あの紫キャベツの汁を、はい、垂らしてるんですけど、紫キャベツの色って変色するんですよね、うん、だからもう茶色になっちゃって朽ち果ててる感じなんですけど、それがいいよね、またね、それもまたちょっと、ね、はい、意味合いがあって、はい、面白いかなと思って挑戦しました。こちらはつゆ草の汁でちょっと青なんですけど、はい、つゆ草の汁ってだんだん薄くなる特性があるので、ちょっともうすでに薄くなってます。ものすごい細かいですよ、これ全部線ですから、ね、なんか本当だ、あ、めっちゃすっげーすごい。これがやったら3年ぐらいかかるな、これ。いや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 、これすごいですね。なんでこんなことやってんの。バカですけど。俺もバカなんで、俺もバカな絵描いてますね。すいません。すいません。よかった。松野さんと対決だったら俺完璧に負けてるし。いや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 。はい。まあ、これちょっと小さい作品で、はい、まあ、持ちやすかったのでこういうのを持ってきました。うん、はい、はい。ドロッピングアートですよね。はい、で、まあ、あの生年月日はやめておきますけど、はい、京都佐賀芸術大学。あ、そうです、はい、でこれは何、あの研修生っていうことはその院みたいなもんね。研究生、うん、院ではないんですけども、うん、まあ研究室に入って卒業後路頭に迷った後の対策ですね。対策。なるほど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 。研究生という形で、はい、裕福な家庭だったのね。そうですね、うん、もうさすがですね。いいや、もう、ね、もうきっぱりこう言ってくれる。いやいや、そうですね、気持ちいいですね。親のおかげです。そうだね。ありがとう、この場を借りてありがとう、ありがとうございます。お父さんお母さんありがとうございます。ありがとうございます。こんな素敵な絵が世に出てくるようになりました、ね、はい。すっごい細かいですね。そうですね、もうちょっと粗かったんですけど、だんだん これはまずその垂らすでしょ。でその後この線を描くのはどういうもので描く？ロットリングのペンなんですけど、まあ製図用、はい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 、製図用の細、設計士さんかなんかが製図用のペン使ってるんですけど、うんうん、それを使ってます。 0.05 っていう、うんうん、0.05、はい、そうですね、細いもんね。はい、老眼の私にはもう大変でございます、これ描けないです。だからあの本当に見えない人は通り過ぎられます。あー、うんうんうん、はい、よかった、かろうじて見えた。、はい、まだ大丈夫です。まだ大丈夫、はい、すごい細かい。これで失礼だけど制作どれくらいかかるの？あ、これは8時間ぐらい。8時間で描ける？かけますね。ちょっと上手くなっ
ってきてる部分もあるんで、あ、うん、あの、そうね、それはあるね、それはある、それはある、まっすぐ選手いけるとか、はい、わかるな、でもそれ丸とか難しいんだよね、難しいですね、綺麗に丸を描こうとするとね、なかなか描けないんだよね、そのラブの中もそうでしょ、全部線路、あ、線路、すごいっすよ、これ、はい、これもあれ想像で大体こうラブっていうなるようにこう落としてるわけ。あ、たまたま。そうですね。あのこれ3点あったんですけど、2点はちょっとあの普通に垂らしただけのもので、うん、もう1つちょっとあの文字を入れようかなと。せっかく七夕なんで、あ、はいはい、ちょっとそのちなんでラブという風なものを入れたんですけど。なるほどね。はい、でも。馬を描こうと思ってじゃないもんね、これ上からまずさーっと垂らすわけでしょ。あ、ちょっと馬を描こうって狙いました。狙ったわね、やっぱカレンダー店なんで、はい、狙って垂らすってすごいです。でもこれさ、絵にも見える、うん、馬の形にも見えるけど、はい、文字にも見えるね、見えますね、はい、そういう風に狙って、ね、はい、狙ってた、狙いました。これとあと2点あるんですよ、それもあと狙いました。持ってきたの？ファイル、あ、ファイルで、はい、まあ、いいですよ、はい、こんなのがね、ドリプラで見れますからね、2月末のイベントで、はい、あ、これです、これも馬、馬とこっちも馬、あ、これはこの濃い色だったんです、最初、あ、最初見えかな、これ紫っぽいんですよね、見えますか、それが変色して茶色になった、これも馬、ま、こっちか、これも馬、狙ってもできないよね、コメント入ってます、マユミン、あ、マユミン、ありがとうございます。今日も美人ゲストさんですね。ドリプラ楽しみにして伺います。マユミンがドリプラに来てくれるそうなんで。あの元ミス日本の、はい、マユミンさん。マユミンさんです。光栄です。ねえ。お願いします。ありがとうございます。会いに来てくださいね。来てください。まあ、マユミン絶対来ますから。お願いします。平田に会いに。はい。っていうことはお前もいなきゃなんないからね。もう行きます、行きます、もちろん。ボディーガードですから、マユミン。これは何、こちら側は。なんかの展覧会？あ、そうです。一昨年だったかな。なんかちょっと古典風景ですね。古典をこういう形で開いたりも見えるかな。はい。じゃあこういう形で。すいません。します。こっちで。うん、そちら側で見せる。はい。そういう形で古典も開いてるっていうことですもんね。え、近頃だといつ？古典は一昨年、2013年ですね、うんうん、はい、どちらで？京都です。京都、はい、さすが京都出てますからね。そうです ね、 ね、はい、つてもあるんで。そうだよね、はい、で、喋りが関西弁になってないよ、今日出した方がいいですか？お願いします、ぜひお願いしますでも関西弁でもちょっと違うんだよね、三重県生まれだね。なるほどですね、関西弁です、はい、いや違う、三重弁だよね、関西弁ってね、なんか三重は伊勢弁、伊勢弁、はい、そうですね、でも大好きです、大好きです。何だよ、みんな大好きなんじゃん、大好きです、大好きです、何でもいいんじゃないの、大ちゃん何でもないですよ、本当大ちゃん好き、あ、固まったね、うん、あ、分かった、いいよ、何でもない、いえいえ、大好きですよ、はい、聞いてねえ、聞いてないですね、全然聞いてない、はい、で、まあ、こういう絵を描いているということですけれども、今度のエスパルスドリームプラザでのイベントでは、はい、また新たな挑戦をということで、はい、そうです、ね、ぜひ今日持ってきてくれたんでね、本当ですか、はい、サンプルに、サンプルに、はい、で、ちょっと僕も一応 T シャツに手書きしたりするんで、相談受けまして、たら教えた俺が恥ずかしくなるような素晴らしい絵を描いてきた見たいです、見たいです、はい、いると思います、どうぞ、あ、はい、ボソボソして、
ありえないこれ。これはありえない。本当は来て出たかったんですけど、うん、ちょっと出来が気に入ったので着るのはもったいないと思って。着るのはもったいないから売るの。どうかな、どうしよう、じゃーん、こういうの、これわかる、これちょっとアップで見せてあげて、こういうのですね、はい、これはドロッピングした、ドロッピングした後にこれなんていうの、線描画っていうの、なんていうの、まあそれでいいですね、はい、サイド画こういうで、これ、ヘイって書いてあるの？ヘイって書いてありますね。あ、そうです。一応ちょっとまあ、なんか言葉を入れようかなって。ヘイ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 って狙い。はい。ヘイ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 。で、背中は？背中は、ちょっとブランドロゴも入れようかと思って。カンプでいきます。はい。こういう風に。で、それの狙いは？俺知ってるから聞いちゃった。それの狙いは？それの狙い。なんですか、いいよ、正直本当はここに入れたかったんですけど、ここ汚しちゃったもんね。なるほど、なるほど。よくあるパターンです。この手書きはよくあるパターンです。そうすると意外といいものができる。いいですね、いいですよね。いや、意外とね、意図してやらない方がいいかなっていう。そうですね、はい。その偶然がすごいいいんだよね。すっげえ。ちょっと俺も教えてもらおうかな、そのやり方。結構苦労しましたよ、あれから。すみませんでした。教え方が悪いんで、すみませんでした。でもね、ほんとドライヤー片手にやっていかないと。そうですね、すぐ染み。すぐいっちゃうからね、これ。はい、いや、これぐらいで済んだってことは素晴らしいね。それでもね。そうですね。え、これ、青い絵の具と？これは、あ、青い絵の具。の上に黒で描いた。はい、そうです、青の絵の具にちょっと白混ぜて、ああ、ちょっと薄くしてね、はい、薄くしないと黒が映えないんで、そうですね、はい、素晴らしいです、さすが美大生です、さすがですね。僕も今日ちょっとね、え、絵ではないんですけど、え、なになになに、お、なん、どうしたの。これ絵、これいいじゃん、ヘイヘイっていう。これ何点か仕上げてくるんでしょ。そうですね、ドリンクラザーの時、はい、はい、まあこういう言葉もあり、まあ、垂らしただけのものもいろいろ垂らして、でもまたこういう絵を中に入れてくるんでしょ。言葉は書かずに垂らすだけのものとかも、はい、これって何、湧いてくるの、インスピレーションで。いや、まあそれに近いですね、結構まあほんとオートマティックに書いてくだけですね、自分の中で。そうですね、あーって感じで、あーって感じです。あいや、ここの黒い部分は色を重ねるわけ、あ、じゃなくて太く描いてるだけか。普通に描いてたらそうなっちゃうみたいな。え、これ筆じゃないよね。あ、あの例のペンです。例のペンですか。はい、あー、なるほど、企業秘密の例のペンですね。はい、なるほど、やってみよう。なんですか、平田くん。タエちゃん、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 はい、ちょっと早いんですけれども、なんですか。ハッピーバースデートゥーユー。まだ俺50歳です。ハッピーバースデートゥーユー。どうしちゃったの。ハッピーバースデーディア石野さん。ハッピーバースデートゥーユー。マジで？これ読ませてます。いらんわ。マジで？してしまいました。あ、すい、うわすごいわこれ。泣いていいですか、俺。ありがとうございます。わぁ、すごい。俺の写真が入ってます。あ、すごい。え、はい、こんなの作れるんですね。はい、すごい。ありがとうございます。作ってくれた方もありがとうございます。ありがとうございます。いや、ま、あの、いや、2月6日なんですいません、あの、ありがとうございました。最後の、あの、50歳の最後の番組です。え、あ、じゃあ51歳1回目をやりますので。はい、びっくりした、びっくりした。
みんなフリーズしてましたね、完全には。完全にフリーズ。いや、俺振るつもりだったんだけど、本当にそういう、そういうつもりで。まあまあ。ありがとうございます。いやいや、無事。とんでもございません。で、実は今日ね、親父のね、立ち火なんで、まんまる2年前に今日、はい、の今日、亡くなって、まあ、今日はね、そういう日なんですね。ありがとうございます。すいませんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。俺言葉が困っちゃったんですけど、何でしたっけ？まあ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 、俺、まあ俺はいいや。食べたいかも。この場でこうやりたいかも。と行きたいですね。まあそれは我慢します。はい、ありがとうございます。ドリプラに向けて今 T シャツ。でもこういうものも展示するんでしょ？ちょっと迷ってるんですけど。うん。した方がいいですか？してくださいね。いい。大きいのないの？大きいのだったら本当に大きいんで。いいよ、持ってきちゃって。いや、3メートルぐらいいいよ。入らないので。いい、後ろに立てかけちゃう。無理です、無理です。まあ、そんなのも見れます。こういうのも見れます。で、T シャツも買えますので、はい、オンリーワンですからね。オンリーワンですね。そうですね。プリントじゃないので、はい、手書きですので、これ同じの書いてって言われても書けないわけですよね。はい、書けません。はい、まあ、これ俺買っていい？マジで。そう、肩にもう一個、はい、肩にもう一個、もう一個なんかこっち側に入れてもらって、はい、コンクドット JP とか、はいはい、なんか売っちゃいます、売っちゃいましょう。で、俺が買ったって言って、うちで売るみたいな。俺が書いてないのに、これ売るみたいな。そんな感じでどうですか？あ、売らないですから。またちょっと、はい、またちょっといいのが出来上がったら色々お見せしますので、はい、よろしくお願いします、はい、それと T シャツ以外にもあとこれと、まあ、サンプルであれやるの、サンプル、スニーカーですか、スニーカーの予定です、はい、おー、はい、スニーカーにこういう絵を描いて、リトグラフじゃなくてなんだっけ、なんていうんだっけ、方眼紙みたいなのあるじゃん、あんな感じになっちゃうのかな、靴、うん、なんかどういう風に絵の具とかペンが運ばれるのかがよくわからないんで、ね、それはわかんないんだよね、昨日みたいに失敗したら怖いですので昨日相談来たんですよ、はい、T シャツこうしたらこうなっちゃったんだけどどうしたらいい、それやってみないとわかんないんだよね、こればっかりは、はい、ね、自分の描きたい絵の通りにやっぱり紙に描くのと違うんで、なかなか T シャツっていう、はい、まあそれを味と思ってね、そうですね、あの買われる方は大体それを味だと思ってくれるんで、はい、うわ俺失敗だなと思ってもお客さんがそれがいいって言えばそれがいいんで、それでいいんです、はい、気持ちを込めて書けばと俺は常々思っております。あ、昨日のやつもエッチを書こうとしてヘイのエッチを書こうとしてそうです、そうです、あのボワーンってなりました、ボワーンってなって、ね、はい、で、これが成功作ですね、一応成功ですね。あ、すいません、あの僕に電話入っちゃったんですけど、これはあの無視します、仕事の電話なんですいません、はい、ちょっとまああの紙に書くより粗いっていう、ああまあそれはそうでしょう、はい、もうこれはちょっと布に書くそのペンとかもう限界の細さなんで、んだけど、はい、こんだけ細く書けるんだ、あれ使うと、あれをあれは企業秘密ですか、もうちょっと、はい、ドリプラでは見れるですか、うん、あの物は見せません、あーなるほど、一応ちょっと書こうかなって、あ、じゃあ見えるかもしれません、やろうかなって思ってるんですけど、はい、これはね、はい、ちょっと僕らがいろいろとこう試行錯誤の上、はい、あの見つけたんだよね、たまたまね、はい、うん、素晴らしいです、これはこんなんができるとは思ってませんでした、取れます痛いっすね、早くもうちょっとですね、あとそうですね、21、22、22ですからね、はい、はい、もう2月に入りましたんで、1週間、2週間そうですね、そうだね、1週間、2週間、はい、3週間ないですね、ないですね、はい、はい、後にはもうやりますので、20日後ですね、ちょうどね、はい、で、それのことも、はい、今日発売の、このモノマガジン
モノマガジンの一番最後のページのここですね。ここ。そこでモノマガジンが参戦しますよっていうことで、アピールしてくれてますので、モノマガジンのファンの方もたくさん来てくれると思いますので、モノマガジン全国のこういう雑誌の中でベスト5入るかな。あ、それは知りませんでもモノマガジンは知ってるでしょ。まあ、聞いたことはあります。鈴木くんごめんね、知らない人言いました部長に謝っておかないと。鈴木くんごめんなさい購読するように伝えておきますので、ぜひお時間ある方本屋さんに行ってみてください。 この号ですね。2月16日号になります。なんだっけこのロボット、な何くんでしたっけこのロボット。ソフトバンクのとこにいるやつ、iPhone のとこに、はい、え、もう、え、8時半？あ、そういうことじゃない。じゃない。勝手にね。びっくりしました。なんかあったな。ごめんなさいね。なんかあるでしょ。あんだけギャーギャー騒いでた女が向こうでなんか真剣になってるでしょ。そんな風な番組でごめんなさいね。告知になってるのかどうなのかわかんないですけど。一応こういう形でモノマガジン来ますので、モノマガジンファンの方もぜひ、はい、ドリームプラザの方へお越しください。で、あと、先週、カルロス君ってチェーンソーアート君が出てくれて、で彼の実演も決定しましたんで、ドリームプラザの外で、なんだ、アートショーですね。チェーンソーです。チェーンソーアート、チェーンソーアートを目の前でやってくれる。すごい。もう丸太が見れますから、いますから。で隣のブースの人にちょっとごめん見てくるからってお願いする、はい、僕で出します。あ、お願いします。絶対来いよ。22の方でしたっけ。22の3時からチェーンソーアートの方やってくれることになりましたので、でまあ今日、出てくれるかどうかわかんないですけど、田中君フラワーアレンジメントの先生なんですけどね、まあアーティストデザイナーの方が、はい、2日間3回ずつぐらいアレンジメントの実演をやってくれるそうなんで、それもお楽しみに、はい、ということですかね。そろそろ青木さん、はい、本当です。あ、俺が松野さんの方から何かお伝えしたいことがあったら。お伝えしたいこと、うん、はい、私は静岡でこういうアート系っていうか、こういう楽しいイベントに出るのは初めてなので、はい、静岡の方と仲良くなれたらいいなと思ってます。引いてください。大丈夫です。こんなのばっかなんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、なんで元々は京都なのにいたの。そうですね、はい、関西とか京都の方で活動してました、うん、してたんだよね、はい、で旦那さんの関係でこっちってこと。あ、そうです。で静岡は何年ぐらいですか。静岡 6年目ですね。6年目、もう慣れたもんだね、はい、じゃあね。そうですね、慣れました ね大体は、はい。まあ松野さんまたどっかで見かけたら声かけてあげてください。はい、仲良くしてあげてください。ってことで、ありがとうございました。今日は現代アーティストじゃなくて現代アートペインター松野さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。21時にドリプラでお待ちしてます。次は久々なっちゃん、明けましておめでとう言ったよ。